桃から生まれた桃です。今日は、今はお風呂上がりなんですけど、本日はナチュラルメイクを撮っていきたいと思いますですね。まずじゃあ今はもうほんとお風呂上がってすぐなので、スキンケアから始めていきたいと思います。やばくない？これなんか私江ノ島行ってきて、この前今年はマジで海にいっぱい行こうと思うんですよ。早速初海をこの前してきたんですけど、帰ってきたらここなんか赤くなってて、しっかり潜りました。でもちゃんとそれでは、スキンケアを始めていきたいと思います。TIRTIR CC グローマスク。TIRTIRめっちゃ流行ってない最近。こちらを使っていきます。はい、こちら、ピーリングからコラーゲンパックまで、バブル一つで手軽に簡単ホームエステティックケアができます。これ洗い流さないんですよ。洗い流さないパック、私初めて使ったんですけど、めちゃくちゃ良くて、これシワシワなってます。ASMR。韓国のテレビショッピングでたった5分で完売したという記録が出てるっぽくて、いや本当に超綺麗になるんですよ。そしてこちらをコットンでパックしてきます。そう、なんか海ってなんか謎の怪我するじゃないですか。私本当に結構江ノ島でめちゃくちゃ酔っ払っちゃって、かなり足とかめちゃめちゃ怪我しましたなんか本当にテキーラめっちゃ飲まされて、あやかさんも前も結構ベロベロだったの。でも海入ろうみたいになってバーって海入って、帰ってきたのも夜中の3時とかだったんですよ。すごいの、江ノ島行って、みんなでご飯屋さん行って、その後飲み行って、で、13時間飲酒してて、私たちまた。でも記憶はあるんで大丈夫です。そして、このパック、ってかコットンを少しだけ置いたら拭き取ります。はい、こうやって拭き取っていきます。もうさ、今の段階でわかるぐらい、超顔ツヤやばくないですか？そして、TIRTIRの化粧水使っていきます。こちらは肌にハリを与え、潤いを満たして生き生きとしたツヤ肌あふれる水光肌になれます。一般的な水の代わりにアラスカ産 78.4% コラーゲン水を使っているので、めちゃくちゃツルツルツヤツヤになります。いつでもどこでも使えるミストタイプなので、化粧水はもちろん乾燥している肌にいつでもミストとして使えます。じゃん。やばくない？ツルンツルンなんだけど。こんな綺麗になることある？これはマジで気にしないでください。もう本当に、やばいよね。はい。それではメイクをしていきたいと思います。どうぞ。まずは、じゃあ下地。下地からやっていきます。なんかさっきのさ、なんか泡のやつで結構肌がトーンアップしたし、ツヤもすごいやばい。TIRTIRマジ最近超人気だよね。この前リップとかもすごいいいの見つけて、後で紹介します。はい、下地を塗ったらクッションファンデをやっていきます。もうなんか Twitter でさ回ってきてみたんだけど、なんか家にいる時も日焼け止め塗った方がいいって書いてあって、そんなに紫外線やばいのと思って。クッションファンデはさっきスキンケアで使った同じブランドの TIRTIR のクッションファンデを使います。こちらも SPF40 です。TIRTIRマジみんな使ってんのこのファンデ。半分だけ塗るとね結構わかりやすいんですけど、やばくない？もうこんぐらいカバー力が、ほらさっきのさあざとかもすぐ消えてるぐらいカバー力あります。私の周り赤使ってる人多いです。結構もう全体的になじませていきます。私がなんでナチュラルメイクを撮ろうかと思ったきっかけなんですけど、なんかスキビになんかナチュラルな子がいいみたいな感じ言われて、なんかまあエッグにいた時とかあんまギャルじゃなかったと思うんですね。だから私自分のことギャルじゃないってずっと思ってるんです。今も思ってるんだけど、セブンティーン系のことを並んだらやっぱギャルなんですよ、普通に歩いてたら。っていうことに、やっぱ今日ナギとかと話して思ったの。なんか、うちらってさ、みたいな TikTok とか、まあなんかいろいろ YouTube とかでギャルじゃないって言われること多いけど、普通に歩いたら多分ギャルだよね、みたいな話をしてて。まあ、なんで、なんかナチュラルメイクを家に帰って勉強したんですよ、私は。まあだからうちらからしたらめっちゃナチュラルメイクなんだけど、普通の結構ナチュラルな方からしたら、まあちょいギャルメイクみたいな感じになってます。じゃーん。カバーできました。コンシーラーいらないね、これ。カラコンをつけてきました。カラコン本日はミークレールのすっぴんブラウンにしました。じゃん。裸眼の黒目がそのまま大きくなった感じのカラコンをイメージして作ったカラコンで、結構清楚の子からめちゃくちゃ評判がいいし、ギャルの子もつけやすい、浮かない感じのカラコンです。大人っぽくなるっていう印象ですね。ほんのり、こんな感じ。いつもよりだいぶ薄いよ。で、ハイライトやっていくんですけど、ハイライトが、ティルティルのクリームハイライト。こんな感じに。っていくと、ツヤ感が出ます、すごく。直接塗るとよれちゃうので、こういう手でポンポンやっていって、まあ、大量につけすぎるとね、やっぱダメです、これは。はい、続いて、ノーズシャドウ。私結構そんなに顔に凹凸があんまりないので、影とかは大事に描いてます。で、手でぼかしていきます。小鼻を塗りつぶして殺していきます。次は、鼻のハイライトやっていきます。これで結構発色するんで、若干で、こんな感じで。はい、続いて眉毛を描いていきたいと思います。ナチュラルなので、本当に自分史上最低限の盛りしか考えないようにしたいと思います。眉毛はいつも平行ですね、変わらず。そしたら、眉マスカラは、眉マスカラにね、ほんとそんなこだわりがないんだよね。なんかうまくつけれたらいいやと思っているので。続いて、アイメイクをしていきます。アイメイク重要ですね、ナチュラルメイク。ティルティルの1番ブラウン系にします。いつもピンクなんで。可愛くない？このシャドウ。はい。ではまず、どうしようかな。じゃあこちらのベージュっぽい色をアイホール全体に塗っていきます。下地みたいな感じ。はい。こんな感じで、ちょっとぼかしますね、なんか。で、下も同じ色を塗っていきます。下まぶた。なんかやっぱ形を垂れ目になるように、この一番最初のアイシャドウの段階からここら辺まで塗っちゃいます。続いて、こちらの真ん中の色を、二重幅ぐらいに塗っていきます。目尻多め、いつもより濃くならないように気をつけながら、目頭ら辺にはあんまり塗らないようにして、こんな感じですね。これを目尻の下まぶたにもやっていきます。若干こんな感じですね。そしたら、涙袋全体をこれで塗っていきます。ゴールドのラメですねを、涙袋にもう一回塗っていきます。そしたらこのラメをまぶたの上にものせていきます。かわいい、このラメめっちゃかわいいんだけど、見てじゃん。目頭のとこにも若干ラメをのせていきます。そして一番濃い色を垂れ目のシャドウに使っていくんですけど、垂れ目のシャドウはナチュラルメイクでも絶対に大事ですね。もうきつい目になっちゃうんで、私それしないと。なんで絶対にやっていきたいと思います。ここのラインとここのラインがこう平行になるように影を描くって感じ。なんかこの際には塗らないんですよ、私。際は避けつつ塗っていきます。はい、続いて涙袋の影を描いていきます。若干塗っていきます。若干です。いつもよりは全然薄く。目の大きさを変えるメイクは濃いとか薄いとかじゃないんですよ。これが私の元の目ですっていうメイクです。はい、では、アイラインを引いていきます。もうだいぶナチュラルだよね、今。なんかナチュラルメイクの方が丁寧にやんなきゃいけない感があって時間がかかる。ここを埋めるのめっちゃ大事なんですよ。そしたらマスカラを塗っていきます。上がりました。じゃーん。下もやっていきます。だいぶナチュラルじゃない、いつもより。カラコンとかも結構あるよね、多分。いつも 14.8 とかつけてるので、今回はだいぶナチュラルなんですけど。やばい、薄いよ。大丈夫？続いてはリップを塗っていきます。リップはTIRTIRの3番。これなんかね、一見派手に見えるんですけど、意外と可愛い。これさ、マジで落ちないんだよね、このリップ。このリップ本当に良くて、落ちないんですよ、マジで。海行った時に感動して、落ちなすぎて。落ちないし、ちゃんと色が可愛い、めちゃくちゃ。クッションファンデはもともと使ってるんですけど、まあ、あとハイライトとかもね、私普通に持ってます。リップがこんな感じで、メイクが終わりました。はい、ヘアセットが終わりました。久しぶりのナチュラルメイク、どうでしょうか？ポイントはですね、まあ、カラコンが、めちゃくちゃいつもよりナチュラルなのもあるんですけど、マスカラとかも結構いつも二度塗りしたりとか、なんかチークとかもっと濃いし、アイラインもっとがっつり、ノーズも結構がっつりやったりとかして、ちょいやるメイクもいつもしてるんですけど、でも今回もね、なんか他の人から見たらちょっとギャルかもしれないんですけど、私なりのナチュラルメイクです。ぜひ参考にしてみてください。はい、そして明日はなんと目変わりがスタートします。みんな大好き目変わり。今回の目変わりは8月24日から9月4日までの期間にやってます。20% オフはもちろん、今回私がいっぱい紹介した Qoo10 の公式のTIRTIRのページからもお得情報があるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。Qoo10 のTIRTIRのページは概要欄に貼ってあるので、ぜひみんなチェックしてみてください。最近流行りのTIRTIR、皆さんもぜひ使ってみてください。バイバーイ。